木村よし子の気になる銘柄今日は2021年12月24日金曜日ですねえ今日はですね日経平均株価28,782円59銭15円78銭ほど安かったですねまあ、ちょっと高い時間もあったんですけどね結果的には15円まあ、16円ほどの安値となりました そして、為替の方は114円39銭から41銭の間を今のところ、うろうろとしている状況ですね。さて、今日のテーマは、クリスマスイブでもありますので、私は株式市場で17倍にした銘柄を今日を売ってですね、そして5年寝かせておいた株から17倍のリターンをクリスマス プレゼントとしていただきましたというお話でございます。また次にね、ニ、えー i を利用して17倍になったらいいな、そんなヒントを何か皆様とご一緒に掴んでいきたいな、ということに、えー、動画のテーマといたしました。そしてですね、新たな伝染報道が中国で始まってますね。なんか今までのものと違うタイプの、えー、ものが流行ってきてるというお話です。そして、えー、冬季オリンピック の前後にロシアのウクライナ問題も再燃するんじゃないかというねまたリスクシナリオを指摘する声もありますのでそこはぐらっと来たらチャンスぜひ12月1月は行ったり来たりの相場だというふうに思っていますのでえ行ったり来たりの来たりの時にはちょっとね会話かなというふうに思っていますというわけで今日も動画最後までお付き合いくださいさて ニ、えーサで17倍以上になった株式を売却したということなんですけども、その銘柄名は三井ハイテック、えー、6966ですね。まあ5年前ですから1としたところで買ってですね、ニーサで置いておきました。そうすると、まあ一旦ですね、ちょっと上がったんですけども、その時はまああまりリハーバーが取れてなかったということもあってですね、5年使ってみようということで、5年間持ち続けました結果ですね、 えー、11,660円という高値もあったということですね。今日も高かったですね。えー、何か決算が非常に良かったということで、今日も人気の銘柄でしたね。なのでまたですね、こうしたあ精密加工技術で世界的な企業、そんな技術を持っている会社の割安だなと思えるところを買っていくとかですね。これから先もこの会社に似たような何かこう、 この会社は精密金型を使った抜き打ちによるリードフレームの生産を実現したことが世界的に評価されたわけですけども、そのようにチャレンジングな会社を見つけて5年持ってみるっていうのもですね、楽しいクリスマスプレゼントを得る方法ではないかなというふうに思いますね。さて。 これから株式投資をやってみたいと思っている方も見てくださっていると思いますので、NISA についてちょっとしたポイントをお届けしたいと思います。NISA、額投資非課税制度でと言いますよね。一般的には NISA と言いますけども、この NISA は毎年120万円を上限に最長5年間、新規の購入株式の 配当や譲渡益が非課税になる制度ですね。で、積立 NISA もあるんですけども、NISA、まあ、と積立 NISA、どちらか一つを選択する必要があります。で、私は積立 NISA じゃなくて、えー、一般的な NISA をやっております。で、積立 NISA とは毎年40万円を上限に、最長20年間投資信託の購入で得た利益にかかる税金が非課税になる制度ですね。 で、ニーサ口座は原則1口座、好みの証券会社で、えー、1口座しか開けませんのでね。例えば A 証券、B 証券、C 証券と取引していても、その中の1社でしかこのニーサ口座を開けませんね。で、あの、毎年別の証券会社でニーサを120万円ということはできるんですけども、まあ、1年に限って言えば、このニーサ口座は1つの証券会社で1口座ということですね。 で、外国の株も買えますし、まあ、積み立て NISA ーー向きの ETF などもたくさんありますので、まあ、好みの証券会社のラインナップを見つけてですね、まあ、その講座を開いてみるのがいいと思います。NISA 口ーー座で、えー、奨学投資非課税制度を利用すれば、一般的には株を売った時のキャピタルゲインにかかる20.315%の お、厳選所得税がかかりませんので、まあ、かなり大きいと思いますね。100万円儲かった場合は、20万何がしかの税金を払うのと、払わなくて済むのと、を考えますと、大きな、節税になりますので、ぜひ、NISA 座を活用して、大化け銘柄を見つけていきたいですね。まあ、新たなですね、リスクとしまして、お隣の国でですね、 また、今までと違うタイプの病気が流行ってるということなんで、まあ、その冬季オリンピックの前にですね、いろいろ動きがありそうだということが新たなリスク。すなわち、私たち個人投資家にとってみると、会場を提供してくれやすい状況が来年の1月もあると思いますね。そして、冒頭で申し上げましたように、まあ、ロシアもその冬季オリンピック 前後に動き出すすんじゃないいかととうことが言われておりますでですね、えー、一番この状況で儲かってる会社っていうのはですね、アメリカ企業ですよね。ファイザーですとか、モデルナ、そして治療薬、メルックですね。そして、えー、この宇宙防衛産業もこれから先リスクが高まれば高まるほど必要となりますよね。特に、まあ、今時の おおその、お軍需産業というのは、半導体とか精密機器の塊ですからね、日本からアメリカにたくさん輸出されているのも、半導体関連部品ですとか、半導体製造装置であることを考えますと、まあ、こんなところから銘柄を見つけていく,いくのがいいんじゃないかなというふうに思います。え、さてですね。 まあリスクの一つ中国ですけども日本の国土面積の25倍の大きな国ですよねでいろいろイデオロギーの対立を報道するニュースは多いんですけども実はビジネスマン的な感覚で言えば日本 まあ、農耕民族でね、長らく戦後豊かになれない時代がありましたけども、高度成長期を経て、バブル経済に踊って、そして昭和でピークを迎えて、平成で失われた20年があって、令和となって今は地味でおとなしい国になってますよね。おそらくですね、日本で戦後、実証実験をしたビジネスマンがいるんじゃないですかそして日本で成功したノウハウを中国で大きな 商売としてやってる、そうしたビジネスマンがいらっしゃるんではないかなというふうに思いますね。なので、イデ,イデオロギーの対立というよりは、ビジネスの主導権をどちらが取るかで、えー、蝶々発誌が行われていて、えー、その北京を冬季オリンピックを契機に、まあその綱引きがどちらがどうかっていうような状況になってるんじゃないかなというふうに思いますね。 なので、決してイデオロギーの対立で、まあ、どうこうどうこう思うよりは、私たちは投資家ですから、ぜひ、まあ、そうした報道で、何か危機的な報道で株価が下がった時には、NISA 講座でですね、まあ、一番得した製品を持ってる国の、すなわちアメリカの企業も交えて NISA で儲けていきたいな、というふうに思いますね。まあ、そこでですね、外国株も 含めて来年のニーサ口講座で何を買うかということを考えたいんですけども、ニーサ口講座で外国株式も買えますので、まあその買える証券会社にまあ講座を開いて、そこの証券会社のラインナップで買える外国株の中から、まあ、ニーサ a で外国株一つ二つ持ってもいいと思うんですよね。で、まあ私もーニーサではない講座で外国株いくつか持っているんですけども、まあ ぜひですね、5年後すごいことになっている会社の外国株を入れたいなと思うわけですが、最近ですね、今更感がありますけど、マイクロソフトって恐ろしい会社だなというふうに思いました。というのはですね、パソコンを買い増ししたんですよね。そしたらですね、複雑なことしなくても、マイクロソフトのアカウントを入れるだけで、いろんな会社のログインパスワードと、ね、もう一括でパッと出るんですよね。 ログインパスワード。もう全部、マイクロソフト様に握られちゃってるわけなんですよね。だから5年後、マイクロソフトは一体どうなってるんだろうかというふうに思いますんで、NISA、まあ、講座で一つ二つ買,え買っておこうかなと思いますね。まあ、すでに、あの、他の NISA ではない講座では持ってるんですけども、まあ、どこまで化けるんだろうというね、恐ろしい会社の一つだろうというふうに思います。 なので、まあ外国株式も買える証券会社の認査講座で、えー、銘柄選びもしてですね、そして、えー、日本株も、これから選んでいきたいと思います。えー、さてですね、今画面に上げておりますのは、半導体で注目している銘柄一覧です。えー、この中からですね、何社かご案内していこうと思いますね。えー、6668のアドテックプラズマテクノロジー。えー、当初2部銘柄ですけども、 何かこれから先展望が持てるんじゃないかと思って注目している銘柄ですね。こちらは今日は2857円引け、154円上がりました。5.70%上昇ですね。こちらはですね、チャートを見ていきましょうね。こんな感じのチャートで、ちょっとね、高いかもしれませんけども、予想 PR が16倍ですから、まだまだね、買えるんじゃないかなというふうに思いますね。業務内容ですけども、 半導体や液晶基板製造装置向けの電源が主力なんですね。半導体や液晶基板の製造装置に搭載されるプラズマ用の高周波電源などの設計、製造、販売が主力で、アメリカ、ユーロ圏、アジアの主要産市場に販売サービス拠点を展開している会社ですね。まあ、ぜひこれから先も注目していきたいなと思っている銘柄です。えそうしまして、 えこちらの銘柄も注目しておきたいなと思っています。日本マイクロニクスですね。コード番号が6871です。こちらはですね、製造用機械ですとか、電気機械に分類される半導体設計器具の、えー、会社ですね。半導体の関連銘柄として、えまだ買いやすい値段帯であるのがありがたいなというふうに思いますね。こちら予想 PR が9.7倍ですので、 なお、注目度が集まっても耐えうる割安感があると思いますね。予想配当利回りが3.0%ですから、まあまあ,あ、このね、配当力もありますね。こちらですね、東京都武蔵野市に会社がありまして、こちらは半導体や液晶パネルの検査計測器具のメーカーですね。半導体や、それから液晶パネル向けの 検査機器や、えー、計測機器の大手メーカーとしまして定評があります。また、半導体検査器具の、えー、プローブカードでは世界トップクラスのシェアがあるというところが心強いですね。ぜひ注目していきたいと思います。今日は1882円プラス42円2.28%上昇でした。そして3つ目は7729の東京精密ですね。 こちらの会社はですね、半導体製造装置、そして精密測定機器メーカーとして、えー、高精度の位置決めて技術に定評がある会社です。今日は5050円、10円安でしたね。まだ半導体関連の中で PR が低い会社ですので、ぜひこれから先も注目していきたいと思っています。配当がですね、3.32%。 予想 PR が10.6倍ですから割安感がなおあると思います。そしてですね、まあそうした銘柄をいつ捕まえるかですけれども、来週は31日は取引所はお休み、27日から28日、29日、30日というね、流れの中で、まああの、アメリカではですね、この28日ケースシラーの住宅価格指数が出てまいりますし、外国ではあまりクリスマス 明け、正月休みというのはないみたいですから、まあ、日本時間で、その、1月1日というのは土曜日、そして2日は日曜日、そして3日も取引所休みですので、まあ、この4日の寄り付きがどうなるかっていうのをね、注目しながら、えー、これからの大化け株を見つけていきたいですね。それでは、良い週末をお過ごしください。また月曜日です。 皆様いつもご視聴ありがとうございます。評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになります。またですね、コメントをお寄せください。皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますのでよかったらお願いいたします。それでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいね。 また様々研究してお届けしてまいります。